t2j, t-2 バックアイ t-2、ビーノースアメリカン t-2 は、アメリカ合衆国で開発された、中間練習機、高等練習機である。愛称は、バックアイ。ジェット機の操縦訓練、特に航空母艦の離着艦訓練に使われる、艦上練習機で、製造国のアメリカで使用されたほか、少数機が輸出されている。t-2 は、 中列複座の座席配置を持つ直線翼、中翼配置の単発ターボジェット艦上練習機である。アメリカ海軍において、艦上中間練習機として、t 2ボルトの後継機として開発され、1960年代、初頭より半世紀にわたって使用された。最初のモデルである t 二 j は、ノースアメリカン社において1950年代に設計が開始され、 同社の FJ-1 フリーの主翼を流用した単発の機体であった。この設計案、NA-249 は1956年にアメリカ海軍に採用され、評価試験機である i t に j 1は1958年1月31日に初飛行している。1959年7月より部隊配備が開始された。 t 2 j 1は、艦上練習機としては、標準的な性能を示し、運用実績も良好であったが、アメリカ海軍部は、単発機上のエンジントラブルに対する、安全性について、疑問を呈し、またエンジンも旧式化してきたため、エンジンを乾燥し、双発型が開発されることになった。これを受けて双発機として改め設計されたものが、t 2 j 2であり、 エンジンを WJ34 ターボジェットエンジン1機から P&WJ60 ターボジェットエンジン2機に変更している。T2J-1 を改装した1と 2J-2 試作機は2機生産され、1962年8月に初飛行した。量産型 T-2B は1965年に生産開始し、5月に初飛行した。 1965年12月より、部隊配備が開始され、T2J-1 を更新していった。1960年代後半にはエンジンを GE-85 j ターボジェットエンジンに換装した T-2C が開発され、試作機1と -2C は1968年4月17日に、初飛行している。 1962年9月のアメリカ三軍、軍用機命名規則統一により、T2J-1 は T-2A に、T2J-2 は T-2B に解消された。なお、ノースアメリカン社は後にロックウェル社と合併したため、T-2 の最終ロットの機体は、ロックウェル社で生産されており、ロックウェル T-2 バックアイの名称で記載されている資料もある。 航空母艦に着艦する T-2BT-2 はアメリカ海軍の主力艦上練習機として長く使用され T-2C は陸上運用の高等練習機としてベネズエラとギリシャ向けにそれぞれ T2D、T-2E の名称でも生産された T-2 は固定武装は備えていないが T-2C 以降の方は、主翼下4箇所のパイロンにガンポッドや爆弾等の、兵装を装備することが可能で、軽攻撃機としての運用も可能である。アメリカ海軍では1990年代後半より、後継の T-45 ゴスホークに交代し、2008年には、前期が退役したが、ギリシャでは引き続き運用中である。数値は、T、T-2C のもの。 西洋土地の木の実の意味。メーカーの工場がある、オハイオ州を代表する樹木でありオハイオ人の通称でもある。加えて、大きな目を意味するスラングでもあり、そこから後方視界にかけて、後ろを取らせない優秀なパイロットの意味を持つ、エンジンが一つしかない機体は飛行中に、エンジンが停止してしまった場合再始動に、成功しなければ、致命的な事態を招くため、 長時間会場を飛行するためにトラブルが生じても緊急着陸のできない海軍機は上長性の点から双発であることが好まれる。ありがとうございます。